48のもっと STU、 イエーイ。では自己紹介させてください。はい、アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサゴ出航。はい、ありがとうございます。中学2年生アリちゃんこと稲吉アリサです。よろしくお願いします。はい、次いきます。山口県の天津目指してます。中学3年生マリーナこと大谷マリーナです。いきますよ、マリーナビームバリアー。バリアーございます。あ、終わりですね終わりです、はい、イオンモール岡山にあるハレマッチ TV のスタジオから公開収録です。イエーイ、皆さん見てますか。イエーイ。はい、公式ホームページの応募フォームに寄せられたリクエストに答えていきます。はい、はい、イオンモール岡山の公式ホームページハレマッチ TV からウェブ配信、はい、世界の皆さん見てますか。世界です。世界、こんにちは。見てください。日本です。ジャパンはい、世界の皆さんに、あ、間違えましたね、はい、すみません皆さんたくさんのリクエストありがとうございます。ありがとうございます。リクエストに答えていく順番はこのビンゴの機械を使いますので、うん、どんなリクエストが出るかは分かりません。分かんないの。はい、マリーナさんどうですか。ちょっとそうですね、なんか怯えてますが震えてます。もう寒いです。本当寒いですが、はい、頑張ります。ここは家です。はい、ここは家です。頑張りましょう。はい、はい、では早速始めていきたいと思います。はい、イエーイ。じゃあどうする？どうする？じゃあアリサが引くね。そうだね。え、これ回していいの？回して。どっち回したと思う？わかんないよ。こっちできた。やってみ。あらー。あ、できた。あ、何番？ちょっと待ってね。はい。デデン。ん？27番。27。デデン。27番は見える？絶対太らないと。絶対太らないとしたら何をお腹いっぱい食べたいですか？グレープキングさんからの。やつですね。じゃあメモりますね、私が。はい、答えなきゃいけないよね、うん、了解。何だったっけ。絶対太らないとしたら何お腹いっぱい食べないですか。そうそう、やっぱり、うん、あれじゃない。何やっぱり必ず太るものとしたら、うん、スイーツじゃん。あ、うんうん、だから太らなかったらスイーツをやっぱり盛りだくさん食べたいですね。うんうんうん、特にって言ったら、うん、あと私はやっぱりアイスです。おアイス、はい、この夏にはアイスは欠かせません。うん、確かにね。でも冬でも食べたくなるよね、アイス。確かに年中夢中だよ、食べてますよ。アイスは。私はね、なんだろうな、うん、でもやっぱね、ピザとか美味しいなと思って、うん、あ、ピザね。皆さんどうなんかね、何がいいの。確かに、何がいいかな。どっち、あ、じゃあちょっと、どうしよう、聞くか外の人いるんですけど。何ですか。手挙げてもらう。じゃあ、そういうアイス系か、うん、ピザ系か、うん、手挙げてみよう。あー、オッケー。ご飯系かスイーツ系か、うん、じゃあ、ご飯系の人。おお、じゃあいくよ、うん、スイーツ系の人。おお、イエーイ。こっちの方が多くない？スイーツの方が多い。イエーイ、勝った勝った。女子力高いな。確かに高、私より高いじゃん。女子力ですね。書きましたか。もうちょっと早いね。お題終わりましたけど。いや、ちょっとね、書くの遅くないですか。はい、はい、次の人は行きます。はい、行きましょう。すいません。じゃあ、また回す。あ、これはで、ハートの中にやっていく。あ、すいませんでした。引きたがりーのです。すいません、前髪から前行きます。はい、はい、お、あ、じゃあ書きますね。32番なになに。32番、捨てようか迷っているものは何ですか。捨てようか迷っているもの、捨てようか迷っているのは、書きますね、うん、さっき書きかけた紙と、はい、あ、キングさん。あ、金魚さんの。金魚さんなんです。そうだな、でも私ね、結構物捨てれないんですよ。だから、うん、すぐに捨てるってことはできないけど、うん、なんかな、でもやっぱり、なんだろうな、捨てる。デデン。おお。全然見えなかった。かわいいな。薄いね。アリちゃん何捨てる。あ、捨てようか迷ってるもの、うん、アリサは、うん、服ですかね。ちょうだい。いる？いる。なんか、うん、めっちゃなんか着れるっちゃ着れるんですけど、うん、なんかもういらねえかなって感じの服がもう大量にあって、うんうん、でママはもう捨てるよって言ってゴミ袋とかも用意してくるんですけど、うん、いや、まだ捨てな
ないでってゴミ箱を破ったりするんですよ。反抗期だ、アリちゃん。アリちゃん。そうなので迷ってます。じゃあマリーナにあげるね。あ、嬉しい。ということ解決。解決、はい、解決です。解決です。ありがとうございます。なんだこのアクセス。次行きましょうか。じゃ次行きましょう。はい、ズリーン。何が出る？あ、2個出ちゃった。2個出た。いや、こっち収めます。収めます。あー、収めてください。収めます。そこじゃない。こっちか。強引に入れてる。こうか。オッケー。ダダン、ドゥドゥン。12番。お、なんだ12番は。最近嬉しかったことは。あー、え、なんだろう。最近嬉しかったこと。マリちゃん、なんかある？最近嬉したか。さやかさん。さやかさんからの質問です。最近嬉しかったことなんだろうな、はい、あれだ、うん、この前、先週、あ、今週か、うん、土日に握手会あったじゃん、うんうん、その時に、おぎゅうかさんのところに会いに行ったわけですよ。おーおーそう、それで、おぎゅうかさんのところに行って、うんうん、話してたんだよね、おぎゅうかさんは、うんうん、だから、あー、もう今日はダメかなって思ったんですけど、うんうん、そう、話をね、うん、止めてくれてね、うんうん、そう、それで写真だけ撮って、うん、さっさと帰ってったっていうことがまあ嬉しかったです。おー、さっさと帰ってったのね。さっさと帰ってきましたよ、そこはね。え、いいね。でも私あんまり先輩との交流がね、ちょっとね、人見知りなので。できた。うさぎ。あー、いいじゃん、いいじゃん。帰ってみました。私はですね、マリナは最近嬉しかったこと、うん、なんだろうな、でも、あ、こうやって皆さんが公開収録で来てくださったことが、うん、すごく嬉しいです。仕事ができる子や。好感度上げとこう。いいね。じゃあ私も嬉しかったね。うん、おー、やっぱね、でも嬉しいですよね、ファンの方が。嬉しい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。拭いてくれてる。じゃあ次行こうか。はい、次どっちだっけ。マリナ。マリナ引きます。はい、ほん、逆だ。あ、出た出た出た。リン、リリン。4番。お、お、好きな食べ物、飲み物は、あ、オケイさんかな。オケイ、はい、食べ、好きな食べ物、飲み物。間違えた。好きな食べ物、飲み物は、うん、なんだろうな、でもやっぱりさっきも言ったけど、そういうスイーツも好きだけど、うん、ピザとか結構そういうの。黒貸してくれますかね。すいません。大変でした。食べ物飲み物よね。あ、でも最近私、うん、タピオカがすごい好きで、タピオカのマンゴーがすごい好きなんですけど、うん、そのお店が潰れちゃって、ありゃまあ、なくなっちゃって、どこにあるんだろうと思って今探してます。だからそれ食べたいな、タピオカのマンゴー。なるほど。あり、うん、ちゃん、なんかある？食べ物だったら、うん、エスカルゴが好きって書いてるんですけど、うん、もう最近そのエスカルゴが好きなお店に行けてないんよね。おーおーおー。で、最近好きな食べ物で見つけたのは、うん、焼肉屋さんで初めて食べたユッケです。ユッケか。めっちゃ美味しかったよ。食べたことないんだよな、私。生肉よね、あれ、うん、生肉をなんか卵でブルルルルみたいな感じでやったやつ、めっちゃ美味しくて、それを好きな食べ物に入れようって思いましたね。おー、いいですね。飲み物ある？飲み物、飲み物、私、じゃじゃん、そうだな、はい、じゃあ飲み物、飲み物、なんか急にちっちゃくなったから、なんか入ってきちゃったなって。飲み物みたいな。食べ物、飲み物、飲み物。でも、そうだな、やっぱり食べ物、私食べ物ね、あんまり、うん、でもやっぱフルーツが最近好きかなと思って、うん、フルーツ結構食べてます、うん、飲み物だよ。飲み物言ったじゃん、タピオカだよ。あ、そうか。そう、聞いてなかった、全然。そんなひどい。え、飲み物、うん、なんだろう、私は。え、でもカルピス好きじゃん。うん、そうそうそう、いつも飲んでる。今日も飲んできたわ、朝。そう、アリノンと一緒に飲んでるんだよね。うん、カルピスは好きだったわ、そういえば。そういえば、そういえば好きじゃないでしょ。じゃあ次行く、次行こうか。はい、ちょっとどしどし、どんどん行ってこう。うん、じゃるん、これ楽しい。欲しい？あ、また2個出た。お、どうする？どうする？1個いいよ。じゃあ待って、うん、聞いて、うん、さあどっち？じゃあこっち。こっち？うん、じゃあこっち戻します。はい、お、え、戻すんだ。そっち選んでくれると思ったの。よし、じゃあこっちで、でん、10番。10番、はい。お、お気に入りのファッションはだって。お気に入り、
竹内さん、竹内さんからの、お気に入りのファッション、うん、ある？結構難しいね、うん、どんなんよく着とるっけな。アリちゃんでも派手なの多いよね。赤とか赤とかでも多いかなって思う。赤、うん、赤好きよ。なんかね、うん、全身赤で行ったこともある。赤のワンピースみたいなやつに赤のベレー帽かぶって、うん、赤で着て、ほうほう、今日燃えてるねって言われたことあるよ。それはカープとかじゃなくって、あ、そういうことよ。カープ、カープ、あ、そういうこと、うん、カープ愛をね、まあ、前面に出して、はい、今日燃えてますって感じ。私はね、でもお気に入りは、うん、そう、なんだろうな、なんか長い丈のが好きで、うん、だからよく着てるんですけど、なんかマリナのよくわかるよ。わかる、本当にチェックとか、そう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 、花柄とか好きなんですよ。でも柄物やな。そうそう、でも色的には赤の方が好きだから、うん、シンプルが一番可愛いかなって思います。確かに、うん、はい、そんな感じです。じゃあ次行きますか。次行きますか。結構どんどん行けるね。うん、アリちゃん、あ、マリナか、うん、これどっち引きなん？これどっちでも出るやろ。あ、これもうこれ取ろう。出てる、出てる。あ、なんかハムスターのやつみたいな。アリちゃん回らんじゃん。出ました。かわいい。ジジン、12番。え、 12? 12。そう、言ったくない？最近嬉しかったこと。ちょ、入れた。入れてないよ。次次、絶対行った。どんどん行ってこ。たくさんのコメントね、読みたいんで、うん、23番、出てないね。目標にしている先輩はだって、書きますね。目標にしている先輩、でも私は一番好きな先輩というか、うん、すごい、なんだろうな、でも HKT の田中美久さんがすごい私好きなので、なので美久さんとはすごい、あの、憧れだっけ、これ目標か、目標だな、うん、なんかアイドル、すごい美久さんってアイドルの、こう、なんだろうな、すごい、なんて言えばいい、もう模範解答みたいな人だから。確かにめっちゃ可愛いね。私にとってそうだから、だからミックリンさんかなって思います。なるほど、ね、でもやっぱり、うん、でも歌とかになるとやっぱさや姉さんとかなんだけど、あ、うん、かわいい、字が、はい、字がかわいい。アリちゃん書きました。目標にしてる先輩、はい、私は、うん、あの、もちろんナナさんもね、うん、大好きなんですけども、うん、ナナさんは全てが完璧で、あ、わかる、はい、ナナさんもちろん大好きなんですけど、うん、最近というかちょっと前からは吉田あかりさんです。 NMB48 の、うんうんうん、まあ、毎日、うん、あの、暇さえあれば女子力動画を全部もう制覇しました。多分すごい言ってるよね。あかりさん、うん、レッスン場とかでもめっちゃあかりさん、ゆうけんさん。そう、最初でもあかり、うん、あかり、 STU のあかりいるじゃん。だけどさ、なんであかりにあかりさんつけてんだろうって思ってびっくりしちゃって、あ、そっちかってなりました。そう、そっち。そうそうそう、最近はですね、うん、グッズをもらったんよ。お、プレゼントの中にあかりさんの推しタオルと、うん、あの、欲望物だったっけ、うん、のグッズのキーホルダー、うん、が入ってて、もう今日持ってきましたよ、もちろん。後で見せるね、もう見せたが。見せたね、私見たな。幽霊的な。チーフだね、いい、それ。はい。はい。はい、じゃあそろそろお時間となってきましたので、はい、ここで私たちから告知をさせてください。はい。はい、8月5日にここイオンモール岡山1階未来スクエアでライブしまーす。お、イエーイ。その名もウラジャー STU48 スペシャルライブ in 岡山イオンホール、あ、間違えました、イオンホール岡山。おー、イエーイ。前も出させていただいた ね、去年やったね、一緒に。楽しかったです。はい、以前もイベントをしたことがある会場なんですが、4階までの吹き抜けの空間があって、あー、すごく気持ちいい空間なんですよ。そこで皆さんに私たちのライブを見ていただけるのは楽しみ、うん、でも、うん、でも、メンバー発表はまだ読んどる、ごめん、苦手だよ、これだよね。でも、メンバー発表はまだなので、まだまだ、実は私たちもドキドキしてます。出てるかな、出てるかな、ね、ウラジャ出たい、うん、出たいです。8月5日日曜日夜7時からのライブにぜひイオンモール岡山に来てくださいね。お待ちしてます。カモン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 、はいはい、はい、ということで、はい、次回の公開収録にどんなメンバーがやってくるかは当日までわかりません。わかりません。誰でしょう、はい、誰だろう、
公開収録のスケジュールは、はい、イオンモールのホームページにあるこの番組 STU48 のもっと STU の公式ホームページでチェックしてくださいね。チェック、はい、はい、この番組にもどんどんリクエストをお寄せください、はい、ホームページの応募フォームからリクエストできます。はい、お願いします。お願いします。放送は毎週土曜日の夜7時から、うん、再放送は日曜日から木曜日までの毎日夜7時からです。うんうん、それではエンディングソング「ミダルと車輪と来た道と」を聴きながらお別れです。はい、お別れ、お別れ、寂しいです。か早いね、あっという間だなって思いました、ね、あっという間にお家の時間が終わりました。それでは、ね、はい、じゃあバイバイ、はい、で締めますか、はい、じゃあせーのバイバーイ。バイバーイ。